大分。今日の対戦カードは俺イエメット服が使う全地の神器ミネルヴァ、そして俺赤月の使う満開の大行進リアノン。ではお互いファーストヴァンガードをセットアップ、スタンドアップヴァンガード、ビビットラビット、バイオロードの少年ロロワ。俺先行か、お前が先行だよ。ゾロはーん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 、エレンテス切ってオーケー、ライド、ロロワ、そしてトークン1体生成、ターン終了。あれなんだよ、手札を1枚切ってライドメリッサ、方向ワンドローしてバトル発戦で V。 1号デモンロー、ターンは終了。オレンさんドロー。あー、このデッキマジ捨てるカードなさすぎて悩むな。いやどうしよう、感覚切っちゃおうかな。なるほどね。ライド、レクティナ、オーケー。んで、ラスタ出しちゃおう。オッケー。ラスタ出して、15,000でヴァンガード。1号受けよう。ドライブチェック。ドロートリガー。パーミー。ダメージチェック。ラスタインパート2万でブイ。1号キロ。ターン終了。ここで俺が次のターンラスタ殴ってもこいつで出せんだっけ？いや、こいつはグレード1。1か。なるほどね。1以下しか出せない。ちょっと悩ましいね。ハンドを1枚切って、ライドカモミール。オッケー。メリッサが乗られた時のスキルでデッキトップを5枚チェック。その中から2枚入れてます。うひょー。うひょーだな。渋めだった。入れなくていいんじゃないか。なるほど。入れない。オッケー。ではそのまま普通にシャッフル要求。それってジェネシスじゃなくていいんだっけ？そう、5枚めくったら何でもいい、ね、なんか最近ユースで使ってる人がいたよ。そうそうユースで使おうとしてたけど思ったよかリアが強かったよね。いやね、セイサスをこうポルチェ、ブイガージェネシスだったらデッキトップ3枚チェック。うん、めくりがね、うん、とことん弱い。へえー、上がる。ああ、弱そう、弱そうです、弱そうな感が。じゃあまあまあもう一回見てみようかな。いやー、3枚チェック、ガウィーで、残りはデッキの下に。で、ハバトル。はい。マンで横。マン横一旦通そう。マンは V。そこもいいよ。チェック。ダメージチェック。ヒールトリガー。あ、V。ターンは終了。俺のターン、スタンド&ドロー。セーサス見すぎじゃん。セーサス結構見るな。3メートル。ドロ取り切って、ライド。満開の大行進、リアノン。オーケー。登場時、レクティナスキル。ソウルブラスト1で、ドロップからグレード1以下蘇生。反転強い。まあ、エレンテスかな。そいつも反転強い。反転強いな。んで、いや、このターンはしょっぱめでいいな。勘弁してくださいよ。ちょっと。リアノンス。アンカーブラス1で1枚ドロー。1体コール。それがないだけでレゾがないっていうのが安心できるな。まあ、そうね。ラスタコールしようかな。オッケー。ラスタコールしてグレイチーカー2体10連でパワープラス5000。はい、でしょう。バトルリアノーンで V アタック時、ソウルブラスト1、ハンドコスト1枚切って、何すればいい、ロザリウム切ろうかな。オッケー。強烈全員でブーストいきましょう。で、何枚ね、あ、下からね。ドライブチェック、ファーストドロートリガー。オッケー。セカンドチェック、サードチェック、ドロートリガー、ダメージチェック。んで、バトル終了時2体を起こして、ラスタインパートを起きたんですけど、3万3000以上あったんで、ソウルブラス1でワンド。オッケー。ターン処理。スタンダンド。ドロー。では、手札を1枚切って、ライト。全地の神器ミネルヴァ。オッケー。下敷き効果でトップを5枚チェック。まあ、こんだけ見たらさすがに強いよね。カモミールと、そうだね。アンジェリコ入れるかな。オッケー。で、シャッフルをプレイヤー。怖いなぁ、アート3のミネルヴァ。とはいえ、まあまあそんなに思いっきりは殴んないんだよな。なるほどね。神器がソウルに入ってるんで、 V のスキルでゼネスパワープラス5000。うん。そしてミネルヴァのスキル SB1 することでデッキトップをチェック。それいいね。さあ、ここからだな。どう動く？動かないんじゃない？動かない。ジェネシスこんだけ出てるんだったら、もう殴るだけなんじゃないかな。まあそれもそうか。セーが2。ブイとカモミール1回分か。ダメージレース的に
ヘルスのターンで殺す三段をつけ、ここはバトル。うん。1万5000。いちご、それもある。宣言。オッケー。S ビーチ、こいつ爆発。ドロップか手札からジェネスを入れます。手札から入れたらワンドローです。カモミールを装備。オッケー。吐いたメリッサの効果。このカードは、効率にタダで出すことができます。うん、メリッサのスキルでソウルチャージ。で、次は V でいいかな。1万8000ブレ。ノーガード。ジンブレ。クリ。うわ、全部。ウィン。ウィン。セガの順。フロント。うわ、強い。1万全部。クリ。オッケー。なし。1万と1万。アタック終了後。シビーチ。うん。SB が3。オッケー。カモミールと、カンガと、クリティカルセッター。うん。と、ハンドのジェネシスが1枚。こいつらを避けることによって、V は CV、ドライブ1減らしてスタンド。そして、SB されたカモミールが CB1 捨てることで、全力に攻撃可能。さあ、1万5000。全力出すか悩むな。ちょっと待ってね。うん、カモミールを出すか悩むね。とはいえ、フロントめくってんの？フロントめくってるけど、まあ、フロント見た後に出してる。あ、そっか。そうだ。そう1万5000なんで。とはいえ、釣りがあって、ハンド7枚ぐらい？ハンドが7。7でしょ？ワンチャントリバーめくった時の怖さはあるよね。まずは、CB値で出します。うん。5000ぐらい出してね、もろもろ変わるかもしれないですね。いや、かわいそう。では、2万8000、3万3000で V。33なら1ボルになるよ。OK。SB1 と、SB するか。しなくていいのよ。しなくていいのか。なんでねか、ちょっとハンドル欲しいな。ハンドル欲しいなら使ってもいいんだけどね。使わないっす。OK。3万3000、3万8000で、クリティカルは2。さすがに勘が。シュッ。ダマ終了。OK、オレンジさん、スタンダンド、ドロー。じゃあ、行こうか。新しい名武器。なんていうものこれ。マルシュフルー、ミヤドンビバーゼにライド、正しい力ライドで、別名のリアノンを含めユニットがユニゾンドレス状態からライドして登場したらワンドロー。オーケー。で、このファイト中こいつがユニゾンドレス状態。オッケー。なかなかハンドも悪くないので、ラスタインパーとレゾナンスドラゴン。オッケー。100点だ。で、このままバトルでいいかな。オッケー。ユニゾンドレス状態だとパワーがプラス5000、イチサンドスター。で、ラスターが5000ずつ上がる。オッケー、重たいね。んで、ラスト間違いかな。あれあれ、1万3000ブースト、2万6000でバンガル。2万6000守れるときにすぎるな。エジゴ。オッケー。ブースト3万でバンガル。3万。1号と、1号とじゃないな、2万できる。オッケー。リバーチでヴァンガードアタック時、okay. ユニゾンドレス状態なんでスキル発動、ブーストされないでアタックしたらまずリアを落とす。オッケー。まずね、まずでブーストする。全員ブレザーさんと、はい、ああ、ブーストするの、あ、しましょう、あっ、当たり前よ。普通にするやんか。え、しないと思った。逆に計算はしなくていい。で、一応ノーガードだ。なんだ、起きたんで、あー、起きたね。スタートスキルですからね。ソルブラス1でバカ嫌がったや。ガンブルをしてパワープラス5000。オッケーな。そうだな、いいでしょ。ノーガードいいの。いいよ。ファーストチェック、セカンドチェック、ノートリガー、ダメージチェック、クリティカルトリガーはバン。オッケー、強いね。で、バトル終了時さらにスキル、カウンターブラス1、ユニットを3対3。3対3いいよ。まあ何に全滅でいいんじゃないかな。バカ嫌がって。そしてそいつらのドライブマイナス1、パワープラス5000。じゃあ V はドライブチェックするんじゃないか。いや、まあシングルなんで、シングルなんで、シングルなんで、リバーチ18、シングル、18か。セイサスなるでもないな。セイサス多分 SB1 で、 SB1 こいつ爆発、ドロップか手札のジェネシスをソウルに入れる。いや、強いんだよな。めっちゃ強いね。
や、いやーめくめく、いや聞こう V で音聞こう。18,000、うん、じゃあ28,000ってことかもしれないね。オーバー、うん、どうだ。まあお前どう3枚めくってんじゃん。うーん、すぎよ。ラスタでいいな。オッケー、ラスタに振ってで、ラスト、35で、35一旦精査するのかな。いいでしょ。冷蔵5回以上武装してるんで5000上昇、23,000で23,500。 OK、 バトルシールド、それ入ってカウンターブラスして、まあそうですね、35,000パンダル、35,000 15秒。 OK、 楽しみよ。スタンドアンド、うん、そこそこガードして熱かったな。あ、で、あー、エレンティス、あー、そうね、退却して、ワンドローして、表のダメージゾーンがないんでカウンターしたし。オッケー、楽しみ。ペルソナーンバイ、オッケー。いや、正直受けまくって次のターンなんて見ない説もあったけど、守っちゃったな。守ってよかった。守れる時にね、守ってても大事つってね、3点あったら楽しいこともできた感もあるけど、ちょっと悩む。悩んで、さあどうムーブするのが最適か。 CBCCCCCCCB、 なるほどね。シード、うん、アンジェリカ、はい、セイサス、やば、普通にユニット強い。セイサスのスピード、トップ3マジック、メリッサを掃除。オッケー、残りまで来た。強いな、多少な。で、ハンドからレレムリ、レレリム、レレレム、レレリム、レレリム。そしたらボディのスキル、はい、アイズビーチ、ヘクトポチェック、うん、そう、オッケー、オッケー。で、ギンギがあるんで、さらにプラス5000、うん、バトル、オッケー。まず28,000で V、 いきなり1号で守れない火力出すのやめろよ。それぐらい出してないと、お前だってこの後ひどいことするだろい。そんなことない、ないか、ない、2万で。OK。爆発すると、はい。爆発しないです。SB1 すると、はい。SB1 すると、自身のヴァンガードのパワーをプラス5000。うん。で、このカードをその後ソウルに入れると、カウンターチャージ1。おー、強い。その後 CB。カモミールを前列に出します。OK。で、バトルに入れれば、シードルの支援を受けて、1万8000、2万6000、4万1000。高ー。まあ、ある程度な。いやー、ノーガード。ついに。ヒールトリガー、するヒール。するヒールなのはでかいな。そして、セカンドシップ。ノートリガー。カープカープ。なんだよ。1万は、どこでもいいか。カボミール。オッケー。ダメージ。クリティカルトリガー、ええけど。うわ、どうなんかな。その後、シードルが手札に戻って、シビーチ。ハンドのジェニス SB3。 これいいね。することによって V はスタンド、 OK。 メリッサはこう、メリッサのスキルでソウルチャージ1、8000のブースト、11,000、26,000、同じく40,000。41、いやー通すよ、マジ通す。チェック、クリティカル、いやーめくっていく、マジで。いやー強っ、ミネルバめくっちゃった。結局強いんだよな。いやー出しちゃったねんかった。カンガとね、これしかなかったんだよ。なるほどね、心元長すぎる。そうだね、いやー強っ。でもだな、次のターンあったら俺この3枚だけじゃどうしようもなかったな。いやー次全力だったのよ。いやそうだろうさ、ペルソナレゾいて、ブユラもディアンサに変えて、重たい一撃だったね。いやー強すぎ。いやーうまく立ち回れたなって感じ。盤面展開がね、こっちもうまくできたわ。あー、いやー強いな、めくり強いって。いやめくりが強かった。で、という上次もこれとこれでやばい、知らなかったっぽいしね。やばー愛されてえわ。なんだそのデッキ。つってね、そのデッキも、まあ、やりたいことの一番オーソドックスなところは見せれたんじゃないですか。まあそうだね、強いて言えばローザリウムが出せなかったことぐらい。うん、確かにさっきの7番盤面はそれこそリアノンの新しい大箱的なね、うん、ムーに見えたけど、やっぱローザリウムいるとだいぶ打点も変わったね。全然違うね、やっぱそう。
こいつ、まあ、さっきラスタ起こしてあいつがトリガー振ってなかったら多分2万かな、うんうんうん、2万なんだけど2万で起きるとリアノーのスキルでプラス5000入ってたんだけど、はいはい、ローザリウムで後ろにラスタがいるとラスタの火力パクれるからスキル使ってたとして2万パンプして それだけに28ね。そっか。で起きた時にリアノスキルで33まで抜ける。なるほどね。まで行くとさすがに火力高いね。フロント剣1枚じゃ済まないのがでかいな。いやそうね。いやなかなかね、リアノーンもね、なんて言うんだろう、今まで弱かったとは言わない。マスクスで、マスクもあったね。なんだ前回のさリアノーンとアイシアーマーラスタかラスタもらってマスクス軸がすごい流行って大会でもそこそこ見るようになって落ち落ちいたね。強くなったんだけどそんなの比べ物になんないぐらいの評価をもらったね今回。そうだね。リバーチェ、リバーチェはマジパワーカだね。一番最初かな発表されたの、うんうん、そうだね。だけどマジでぶっ壊れてたもんね。ビビった TD 組ここまで強化されんのっていう。いや本当にそれだけであの4体の期待値めちゃくちゃ上がったよね。上がったね。マジでそう。いや本当にエレンティスもめちゃくちゃ優秀で。そうだね。今回のファイトみたいに V の CB1 使った後 CC できるの偉すぎるよ。いやそう本当にその CB1 で次のターンできることが全然変わるから、まあ例えば次のターン2点受ければ最低限レゾとリアノンビバーチのスキルは使えるんですけど、もしリアガードが足りないってなっちゃったら、うん、ディアンサはじゃあどうするのってなっちゃう、うん、リア並ばないんだよねって。ローザリウムでトークンかさ増ししてどうにかこうにかできたらいいんだけど、それだとまあ火力はそんな気にしなくていいかもしれないけど、まあ、V のねラインはねあれだけど、だから1番目2番目の火力が変わってきちゃうから、うん、まあ弱くはないんだけど、こいつのおかげで CC して、まあ、ディアンサでも CB 使うし、リバーチも CB 使うし、レゾでも CB 使うから結構使うできたんだよね。確かにそうだね。今までみたいに SB 枯渇はまあこいつめっちゃ使うとはいえ、うん、それよりも CB の問題が結構大きいね。そこ裏がなければっていう条件付きとはいえワンドローしつつ解消できるのは超偉いか、うん、いや偉い。まあリバーチ正直リバーチから次のターンリバーチにペルソナしたら大体相手倒せます。ゲームエンドだね大体。それはそうだ。そのターンフルで動いたらさすがに耐えるで来そうそうないです。ないね。だからまあ点止めもそうそうされないです。されないです、ね、点止めしてる暇ないですこのデッキ相手。殺さないといけない、うん、マジでアグロでどうにかするほかない。まったくだなそれは本当に。だからまあ受け取り、うん、受け取り1枚見えるとだいぶ軽くね、まあ、下がっちゃったりはするんだけど、それでもギリギリ通るぐらいのラインが出るから。そうだね。その火力の7パンは全然強いっす。そういや本当にね、まあ、ただ一番の問題は金ですよ今から組むとなったら今からは絶対に組めないはいねー。ラスト今樋口、いやー樋口ですよ。樋口だよね。高いね。ここも1000円超えてくるし、でビバーチェンも1000円ちょっとぐらいね。だから落ち着くのを待ちたいね。でディアンサがおかしいから、ディアンサも5000円ぐらいしちゃうからディアンサも樋口か。本当に高級デッキ、いやまあ今回のメイン4デッキどれも多分値段上がってるとは思うけど、ね、やっぱり高いね。始めれないこんなデッキから、ね、トライアルデッキじゃなくなっちゃったね。トライアルじゃないよ。始めれない。まあただ正直 G3 は元の弱いリアノンでいいから、ここは別にこだわらなくてもまあいいのかなって、うん、まあこっちの方を使えたら全然強いんだけど、より CB 問題がね枯渇するようになったから、うん、結局 CB 節約で使わない場面も多々あるから、全然こっちじゃなくてもまあちょっとでも安く済ませたかったらこっちじゃない T デリアノンでも全然戦いますね。まあミネルヴァは話すことないっすわ。まあその通り精査使ってパンツ増やして。そうね。まあ、今回の構築はメリッサがあんま少なめ、山に1枚しか入ってなくて、うんうんうん、デッキの中にキャドバラ入れる構築で、先行3ターン目でも SB する前列を出して、うんうん、ダメージ受けてればパンチ数増やせれますよっていう構築にしたつもりでした。いやキャドバラも一生入るな。キャドバラで十分強い。マジで強い。強いんだよなそいつ。まあ入れてないけどやっぱスパイラルキューティーとかありゃ強いんだけど、うん、まあ枠の問題、値段の問題考えたらね、全然キャドワラで十分な強さでございますね。あのサイクル再録してほしいね。再録してほしい。再録という名のブルーピリオド版だったしな。いやね。いやでもね、イケアは安かった。イケア2500円ぐらいで買えるからね。やめろよ。いや、
全然ね、イラスト好きだから、いいよね、あれだって。あれだって可愛い、猫可愛い、そう。だから全然あれも1枚買ってもいいなって思いながらもね。あれもケテル1枚買おうか悩んでるけど、高いね。高い。さすがにケテル出してあたりは高いね。イラストとかね。なんてところで今回はここら辺で終わりたいと思います。今回俺が使ったのは、ミネルヴァ。そして、俺が使ったのは、診断で強化をもらった、リアノン・ビバーチェでした。ではここら辺で、シュガーケン・ヘブン、ナイストイー。チャオ。強いって。めくる、マジで。あっちゃった。めくりやばいって。やばかった。そっからめくって。え、めっちゃめくってなかった。めくった。え、だって212ターンで5枚ぐらいの時間みたいな。そう。え、見たでしょ。